イザイバイマイマイマイタスキですてっぺですお願いしますお願いしますはい、何はい、ふざけてるやもう何がもうふざけてるやもうちゃんとしてくれ、服装ぐらい。もう今後これでしばらく行くんで、よろしくお願いします。どこで売ってんだよ、これ古着屋で買った。白パーカーに塗ったろ蛍光ペンで出す必死に中国のね、工場で塗ってる。ダッサなよ、それダッサなの、それはダッサじゃないっしょ。はいはい、ということで、僕たちは都市伝説だったり、面白い次元だったり、雑学だったりをバンバンバン紹介してるんで、よろしければぜひ、はい、チャンネル登録お願いします。ということで、本日もこの2人でお送りする、はい、うん、瀬戸際都市伝説シリーズです。かっこかりです。つくんだね。ということで、本日は何ですか。今日僕が話させていただくのは、はい、一つでかいの持ってきました。お、熱いやつ。熱い、今ホットな話題。今ホットな話題。お、何？ iPhone12 に隠された真実、スティーブ・ジョブズはまだ生きてるってことに気づけってこと。あれ？iPhone12 っすか？ 12 っすか？ 12。 うわ、それめちゃくちゃ気になる。今日はあれでしょ、今日だよ、まさに今日。これ、10月16日に撮影してるんですけど、これだって俺買うからね、iPhone12 この後。まさに熱い話題でしょ。もう4時間後ぐらいに予約する開始だから一気に買う気なくす話しちゃいます。ざっけんだよ、いらないよマジで。あの、隠された真実、ちょっといろいろ説がね、あることにね、ちょっとね、気づいちゃったというか、いろんな説をいろいろね、僕なりに解釈して新しい説を生み出してしまいました。なるほど、ちょっとマジで気になるわ。うん、今回こんな感じでボボンと3つ、お、3つ、はい、持ってきたんで、お話ししていきたいと思います。はい、ラインナップでお願いします。まずね、そうそうそう、指紋認証ってあるじゃんっていう話をする前に、はい、ないね、あの iPhone12 とか、まあ、最近のスマホ一般全体的にそうなんだけど、うん、めちゃくちゃカメラの性能良くなってますよね。いや、なってんね、なってんね。なんか異常なぐらい良くなってますよ。異常なぐらい良くなってる。だって毎世代やばくない？そうそうそう、俺なんかいろんなカメラマンの知り合いいるけど、普通に一眼じゃなくて iPhone で撮ったりする撮影ももうあるし、普通にそうやってるの。でもあれでいいんだよね。そう、あれでいいぐらいになっちゃってるよ。あれでいいぐらいになっちゃってるよね。そうそうそう、っていうのがなんでなのかっていうこと。なんでなのかっていうのを、普通にだから顔綺麗に写したいからでしょ。いや、違うんすよ。は？違うんすよ。マジで言ってんの？一回立ち止まって考えてみてください。出た、出た。ちょっとこの動画見たら180度考え方変わるかもしれない。マジで？はい、まずね、スティーブ・ジョブスがなんで指紋認証を作ったかっていう話があるんだよね。指紋認証ね、これ結構他の YouTuber の方も話してるんですけど、なんで指紋認証を作ったかっていうと、そのスティーブ・ジョブズが亡くなりましたと、で亡くなる前に、あるアップルの金庫に、最後にめちゃくちゃ世界を変えるぐらい世界の覇権を取るアイデアをノートに書いておいたから、あの、それを俺が亡くなったと、それを見ろと言って、スティーブ・ジョブズは亡くなりました。めっちゃ重要なことが書いてあるやつがあったんだよね。ことが書いてあるノートがノートがあったあったんだよね。で、それをアップルのある金庫に、あの、残しといたんだけど、その鍵を開ける唯一の鍵が、ジョブズの指紋なんだよ。ほうほうほう、なるほどね。だから、アップルはその指紋認証を開発することによって、世界中の国民、世界の人類からジョブズに合う指紋を探してるんだよ。探してたんだよね。探してた。そう、指紋って、あの、100万分の1の確率で同じ人がいるらしい。そうなの？全員が全員違うわけじゃなくて、めちゃくちゃ似てる人がやっぱいる。え、じゃあジョブズはその生きてる時にその言ったんでしょ、この中に入ってるからっていうのを。え、で、亡くなって探せよっていうことは、その指紋認証させろよっていうことだったってこと？いや、それはまあどっちがどっちかっていうのは難しくて、それはジョブズは単純に開けるつもりだったのが死んじゃったっていうのが多分正しくて、そっちが正しいんだ。そうで、残されたアップルの人たちが、これはじゃあもう探すしかねえっつって、なるほど、ね、指紋認証を開発し、iPhone っていうもう誰しもが使う道具にそれをくっつけることによって、怖っ、指紋を僕たちから採取してたと。
うわ、探せっつったの。探せっ、全てはそこに置いてきたっつったの。大丈夫す時代が実は始まってたんだよねっていう話なんだけど、ちょっと立ち止まってまた考えてみてほしい。もう考えさせるやん。指紋認証なくなりましたよねっていうこと。おいおいおい、やめてくれよ、マジかよ。最近アップルなんで指紋認証やめたかっていうと、はい、ジョブズの指紋すでに入手済みだってこと。噛んでるし。マジで？わかる。え、 iPhone X ぐらいからなくなったよね。そうそう。ってことは、つまりある時点でジョブズの指紋はすでにアップルはゲットしていて、マジで？ジョブズが残したノートはすでに解読済み。いや、もう見つかってるってことか。じゃあもう開けたってこと。見つかってるってこと。うーわ。そう。マジで？これがスティーブ・ジョブズの残したアイデア。なるほど ね、 ね、何書いてあんだよ。何が書いてあるかっていうのも今回言っちゃいます。え、あんの？ある。マジで？ある。超気になる。次のスティーブ・ジョブズは生きている。このアイデア、ノートに隠されていた文言、つまり何かっていうと、スティーブ・ジョブズは俺は生きてるぞと、最後のアイデアは俺の頭の中に残されているぞっていうことが書いてあったんじゃないか。書いてあったんじゃないかっていう話。話、こう説があるんだよね。で、これ畳みかけるやん。畳みかけるんよ。畳みかけるやん。で、これ世界中でスティーブ・ジョブズに似た男性の写真っていろいろ投稿されてるんだよ、うん、だブラジルとかである男性の自撮りのここの後ろにスティーブ・ジョブズにめちゃくちゃそっくりな車椅子に乗った男性が撮られてるんだけど、これ一番最初に言ったカメラの話と結びつけてちょっと考えてみてほしいんだけど、つまり今スマホって完全にもう位置情報とかバレるじゃん。写真とかにも紐付けされる時代になってるわけで、つまりどんどんカメラの性能をアップルはじめ世界中のスマホ業者が上げているこの一つの理由として、スティーブ・ジョブズを探してるんじゃないかっていう説がここで考えられるわけ。カメラを高性能化することによって世界中のスマートフォンを監視カメラとして使っているんではないかっていう説が考えられるんだよね。え、じゃあなくなってからアップル社の社員たちがもう総出で見つけようとしてるから、総出で見つけようとしてるの。機能が上がってってるっていうことなんだ。上がってってるってこと。常にスマホを使って僕たちは監視カメラ、スティーブ・ジョブズを探すための監視カメラとして利用されているってことに気づけってこと。うーわ、マジで道具として扱われてるってこと。扱われてるってこと。で、これでスティーブ・ジョブズが実際に見つかった時、世界がどうなるかはまだ誰も分かりません。信じるか信じないかあなた次第です。うーわ、ありがとうございます。マジでちょ、やばい時代が到来しちゃってる。この今 iPhone12 あなた買いますかっていうのですね。じゃあもうっていうことです。うーわ、でもでめちゃくちゃおもろい話やこれ。もしかしたらもう指紋認証がなくなったってマジそういうことだからね。うーわ、生きてんのあの人。これね、うーわ、それやん。もう本日は声を話して示させていただきます。めちゃくちゃおもろかったです、はい、本日というお話でした。 iPhone 中にちょっとあれやな。うん、怖いっしょ。考えるかもしれない。考えるっしょ。考えるかもしれない。うわ、でもこれ1個だけ結論あるな。うわー、この iPhone12 の、まあ、スティーブ・ジョブズ絡みの話を聞いて、何一つ本日の結論、写真撮るときに顎つまんでるやつ大体頭いい。ジョブズやん。